君がそばに、僕のそばに、そっと座っていてくれるだけで、言葉なんて必要ないと自分に言っていたあの頃、気持ちよりも形なんだと気づかされて、さよならを言われた女なんてそんなもんさと友達に慰められたけど、男なんて体だけが目的だと言われてしまえば、心期待してないから、成り行き任せで付き合えればいいね。お店の予約とか面倒だから勘弁して、怒り出すくらいなら気の合うふりなんかしないで、もうこれ以上意味もなく苦しませないで。誰かのせいにしてなんとなく生きてきたから、嫌なことは見ないふりする癖がついちゃってるんだ。イベントやってまして、大久保水族館というところでですね、新大久保にある、まあライブバーなんですけど、そこでラフラフライブという、イベントやっております。本当に飛び入りミュージシャンとかもねたくさん出て、楽しいお酒を飲みながらやるところなんですけども、ぜひぜひ、ちょっと
覗いていただければ面白いかなと思います。ブログとかツイッターとかフェイスブックとかやってます。どうやれば引っかかるのかよく分かりませんけど、はい、そうちょっと言いたいことがあって、まあ、すごいたわいもないことなんだけど、福山雅治さんと吹石一恵さんがご結婚なされたじゃないですか。僕はもう発表された時に、なんかね、無意識のうちにこう仕事帰りにビールを選んだ時にスーパードライを買いまして、で次の日の朝ちょっと何の気なしに着るものを選んでたら、ユニクロのジーパンを履きまして、わかります？なんでしょうね、あれね、無意識のうちにこう擦り込まれたのかなみたいなところがあって、ちょっとやられたなみたいな、なんか CM やるより結婚しましたの方がなんか俺にとってこうなんかね、インパクトがあって、その CM があったからこそ、そうそう、まあそうですね、普段スーパードライ飲まないんですよ僕、あの薄いビールなんだろうねあれねっていうところでですね、そんなたわいもない話ですね、結婚おめでとうございますってここで言ってもしょうがないですけど、まあ、誕生日の人も今日はいますんでね、みさみささんにちゃんと、おめでとうとまだ言ってない人もいるかもしれませんけど、今日おめでたい日なんでよろしくお願いします。最後まで、楽しんでください。スセライブでした。最後の一曲スピード上げて、ぶつかる